指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。昨日から福岡に来てます。ババアヨシヒサ先輩のね、忍ぶ会開催ということで、福岡やってきました。ババさんとはね、あれは平成22年の12月の、代表選挙ね、全国団体、僕が代表を務めた全国団体で、代表を争った、派を争ったんですよ。まあですけど、まあ馬場さんをね、確か、4票差ぐらいだったかな、僕が勝った。それは関東勢が、飛行機でね、東京も10人代議員全員来て、で関東勢でも、関東勢の中でも、馬場さんに入れた人結構いた。で関東の先輩からもね、北関東の僕が信頼する先輩からも、一回馬場さんに、やらせろと、で3年後は必ず鈴木にね、渡すからって言われたけれども、いやそれは、ダメですということで、僕が選挙をやって、で関西勢は、見事に馬場さんに入れましたね。九州、関西、中国地方、四国、これは、京都に対する反発があったね、皆、だけどなんとか僅差でね、鈴木が勝った。でも当時、馬場さんが、もう平成22年の選挙ができなかったことで、これまでの参議院選を戦い続けた、もう出勤システムがもう壊れたんだと。だから次なる地方選を中心とするね、戦いにシフトしなければならないといった馬場さんの言葉に、鈴木は耳を傾けずにね、京都の方の話ばっかり聞いてて、だけど馬場さんの読みが当たったんだ、正しかった。だから今鈴木はその馬場さんの、考えを今度は実践して、やってますよ。そういう意味ではね、今の僕の戦いは馬場さんが、先行してね、発案して、それを僕が、気づくのが それこそ10年遅れたよね。そして、馬場さんの発案を自分なりにアレンジして、今、まあ、地方選挙に挑んでるっていうのが実情です。で馬場さんの素晴らしいとこはね、僕は平成25年の参議院選挙で、それまで党内最高得票数っていうのは馬場さんが福岡選挙区で、叩き出した3万何千票だったかな、その数字なんですよ。でそれを対立した鈴木がね、平成25年に、77,500票か、東京選挙区で叩き出した時に、素晴らしいと、負けたと、それ電話してきてくれたんだね、馬場さんね。本当感動しました。でそのね、潔さに僕は感動しましたね。で馬場さんと、馬場さんも辞められてね、辞める時にも散々嫌な思いした、僕今でも覚えてるけれどもね、幹事会で、創業者があんたなんか辞めてもらって結構だっつったら、馬場さんが言い返してね、あんたの問いはないやろという、その怒鳴り合いをね、僕は目の前で見ましたよ。で馬場さんの言う通りなんだよ、死闘じゃないで、コートを作るつもりだったのが死闘になっちゃった。で、鈴木も、馬場さんも、辞めてから、金がどうのこうのとかね、横領したとか、これ北海道の方もそうですよ。名前あえて言いませんけれども、対立して辞めるとなんか知らないけど、金、鈴木なんか、本部の事務所家賃を、党費から出したのが横領だって言われたんだけど、まあ、そんな話は今日とは関係ないからね。そういう意味で、馬場さんのお葬式行きたかったんだけど、今のコロナ禍の事態から、やっぱり、お葬式というのは、身内だけがやるようになって、ただ、救う会が、福岡が、忍ぶ会やるというので、これは来なきゃいけないと。
そういう意味でね、馬場さんの、弔いも兼ねてね、今回 福岡まで来ました。そしたら昨日、会食してたら午前中にモンゴルのね、県で世界同時講義ということで、福岡あの中国総領事館に講義行くっていうんで鈴木も行こうかと思ってます。まあ本当にね、馬場先輩のね、最後に、馬場さんと去年一昨年か会ってるんですね。で病床にあった馬場さんベッドの上で、会話しました。いろんな話しました。でもね本当会えてよかった。その前にも電話で話してるんですよ、馬場さんと。馬場さんはね僕に対しては本当に応援してくれてね、温かい声をかけてくれて、だって代表選では意見対立して、意見対立したんですから。僕は国政選挙やる、馬場さんは地方選挙にシフトして、行くべきだというね、その時の僕の目には映らなかった光景が馬場さんには映ってて、車椅子で生活してる馬場さんには見えたんだね。でその鈴木に対しても温かい声援、そしてねいろんな書き物を書く人でしたけれども、いろんなものを以後送ってくれました。馬場さんの意見としてね、大嘗祭についてのこと、国家について、天皇についていろんなことを書いて送ってくれました。ちゃんと大事に取ってます。でやっぱりね日本と一体だったんだね。馬場義久っていう方はね日本イコール馬場だった、馬場と日本は一体だというね、そういう気持ちを持った政治家そして官僚がいなければ日本滅びますよ。あの今の日本の病巣病原っていうのかな、この衰退してる日本の何が原因かといったら、日本と一体になるものが当局にいないということだよね。官僚も、そして、政治家もね、これが日本は衰退し続けますよ。防衛予算をアップしたと、防衛予算アップしたらそれはアメリカの兵器を買う、そしてアメリカの兵器開発にも金を出す、そして、自衛隊関連施設の建設に使うとかね、まさに利権構造の中で防衛予算のアップが使われていく、こんなことじゃダメなんだよ、こんなことじゃダメなんだよ。もっと日本と一体、自分と日本を一体になるね、するして考える、そういう政治家が出てこなきゃいけない。それこそ今515を前にして三上拓先生がおっしゃったように、大悪人いでよと海に祈るというね、この気持ちなくしてね、そういう意味では自民党の中にもいるでしょう。自民党はダメだけれども自民党の中にも人材いる、あえて言うと公明党の中にもいる、そして、立憲民主の中にもいるでしょう。そういう人物をね、やっぱり求めて、で国民もくだらないやつに投票なんかしないで、こいつが本当に国のため地域のためにやってくれるというものを選ばなきゃ、あなたたちのね、あなたたちのだよ、これからの、将来の生活が崩れますよ、食い潰されますよ、このことをね、これから中国総領事館、福岡の領事館に行く前にね、そして、馬場先輩の忍ぶ会に行く前にね、ちょっと話したかったんだなと、以上です。